それ、あ、イタリア王国。じゃあ今日は年の初めに目標を立てるってありますけど、2022年油断しないっていうことで駆け込みの目標、あと達成しておくっていうね、あの目標をちょっと聞いていこうかなと思うんですけれども、はい、お父さんの2022年の駆け込み目標は売上。売上、はいはいはい、はい、他に目標ありますか。ジョコザップ始めたので、年末には裸で YouTube に登場するできるぐらいに人前に見せる、でも恥ずかしくないような、まあそういう目標になってます。へえー、算数のテストを1回も100点取れてなくて、もうすぐテストがあるから、それで100点取れるように勉強してる。なんか誕生日の動画で100点を30個取るみたいなこと言ってましたっけ。言ってたね。今どうなんですか、その目標は。5号ぐらい。なんか最近あなたも筋トレ教えてくださいって僕に言いに行きますけど、興味があるんですか。いや、普通にある程度筋肉つく証拠ですよね、ある程度チーズがこうかかるだけですごいシーザーサラダ美味しそうに見えます、もちもち。でもこの牛すじっていうとちょっとワン、あ、美味しい。2022年内のあの目標に食レポがうまくなるっていうのを追加しといてください。それ何？これは蒸し鶏のマフパスタ。マフパスタ。ぶっちゃけ言うと、ま、混ぜそばみたいな。食べてみたい。これすごいですね。カニのさ、これはインパクトがすごい。ワタリガニをいただきたい。ワタリガニ、はい。ゴージャスだよね。カニだね。魚介じゃん。魚介。海って感じだね。へえ。お母さん、2022年の駆け込みで達成したい目標。最初通読。あ、なるほど。今新薬を一つにかからず20日ぐらいで読めそうだから。旧薬がまだ読めてないっていう。発車をかけないといけないけど。そうですね。ペース上げて読めばいけるっていうチャレンジ。はい。ゆうちゃん、できるようになりたいことありますか、ゆうちゃん。最近頑張ってることとか。自転車とか。自転車乗れるようになるか。ゆうちゃん、でも自転車練習してみん？どう？できる。できるの？ローマルも乗ったもん。あ、乗れるの？はい、じゃあ、チヨシ。僕の目標は、来年中の頭までに卒業論文を出さなきゃいけないんだけど、俺いつもギリギリだから、卒論こそは年内に出したいんですけど、すごく道のりが長く感じます。これは日本語じゃなくて、スペイン語で。スペイン語を勉強しようね。スペイン人の先生は卒業論文についてスペイン語でやり取りしないといけないわけです。最後それもあるから、乗り越えないといけないんだけど、卒業論文、年内、2020年内に終わらせます。卒業できそうですか？ゼミの先生にはですね、僕は要注意人物だと言われてます。そんなもんよ。お願いします。テーマがちょっと難しいから。お願いしますって言ったら、俺がお願いするのは分かってるけどな、もしそんなことがあったら私は置かないぞって。パスタ美味しい。パスタ美味しいよね。ね。じゃあ、みのちゃん、定期テスト学年1位達成しましたけど、いや、本当おめでとうございます。で、長年の夢であった学年1位達成をしまして、はい、この後、はい、また期末があるんで、今回は5教科450点超え、総合的にも1位を頑張ります。いや、僕はいいわ。いや、僕はもう、僕は自分でダメだダメだ。年内の2022年は動画40本作るっていう。そんなのはでもちょっと伝わらないから、動画作り大変なんで。回せるね。はい、回します。一回こうやって見つけるの。いや、別に声が入ってれば大丈夫。どう、ボロネーゼ。ボロネーゼってどのレーゼ。しかもね、ボロネーゼじゃなくてボロネーゼだったよ。大家族のいいところを見つけたね。そうなんだ。みんなでシェアできるじゃん。もう全部食べたもん。ほぼ全種類食べれたもん。何が一番美味しかった、自分の中で。カルボナーラかな。その濃さが、濃さが濃さが食レポ。食レポ。またいい。はい。私が行きたい大学の英作文が出るんですね。テーマ英作文を年内に30本。30本で足りるんですか？
40本いっといた方がいいんじゃないですか。とりあえず40本、はい、40本が、はい、あと最後、あなたもなんかテストで目標立ててあるんじゃないですか。なんか美術100点だね。美術100点ね、まあ、それだったら結構簡単じゃない。それ以外に50点以上とか、まあ、確かに平均点を下回らなんてれば全科目平均点以上かつ100点、はい、それはすごい。2022年の目標を達成できた人、ご褒美どう設定しましょう。正月に1日のなんかお昼ご飯豪華とか、ウーバーで好きなものを。年内の目標を達成できた人は2023年元旦の食事が豪華になるという。でそのご様子はまたちょっと YouTube で放送しますけど、はい、じゃあまあ皆さん年内の目標頑張って達成して美味しいご飯をね食べていただいて、ありがとうございます。お疲れ様です。